はい皆さんこんばんは鉄道総合館です本日は伊豆急行からのニュースになります伊豆急3000系元 JR 東日本の209系が明日4月30日から運転を開始いたしますデビューおめでとうございます、えー、当日は伊豆高原駅で出発式を開催ということでこれは事前に出た情報になります読んでいきます 伊豆急行株式会社では新たに導入した伊豆急3000系アロハ電車を4月30日土曜日から普通電車として運行を開始します初日である4月30日土曜日には伊豆高原駅にて出発式を開催します出発式ではアロハ電車の前面に花で飾られたディースの飾り付けを行うほかフラ・ハーラウ・レイ・マカロアの 皆様によるフラダンスが披露されるなどハワイアンで華やかなセレブレーションで紋出をお祝いする予定ですと、えー、ぜひアロハ電車にご乗車いただき魅力あふれる伊豆にお出かけくださいお待ちしておりますという内容ですで運転のダイヤがここでも出ておりまして、えー、運行開始4月30日5月15日まではひとまず 次の通りりになります毎日運転5月13日除くという形で伊豆高原9時51分発伊豆急下田10時34分着伊豆急下田11時発伊豆高原11時49分着そしてここから平日のみになりますが伊豆高原15時29分発伊豆急下田16時16分着。 伊豆急下田16時25分発、伊東駅17時42分着、伊東駅18時6分発の伊豆高原18時33分着という形で、まあ、翌日も同じ運用に入るという感じになります。使用車両は3000系アロハ電車4両編成という形で、4両でまず運転されるようです。 アロハ電車の出発式は4月30日、伊豆高原駅2番線ホーム9時30分から9時45分まで行われます。で、51分に発車ですね。対象列車は 5633M の伊豆急下田行き。伊豆高原駅でアロハ電車の乗り換えとなります。式典内容としてはフラダンスの披露、主催者の挨拶、愛称名の受賞者から一言。 序幕式アロハ電車の見送り駅長による出発指示という形です出発式限定でアロハ電車の前面にはリースの飾り付けを行いますリースは南国をイメージした木花で飾られアロハ電車にふさわしいデザインで出発をお祝いしますヘッドマークをつけての運行は行いませんということです えー、取材申し込み書というのがありますね、申し込み期限4月27日、もう過ぎちゃってますけれども、まあ、撮影機材とか電話番号、当日の参加人員、代表者名、会社名、記載が必要になります。はいという形です。まあ、ついに209系が、です伊豆急にデビューするのが明日という形で、えー、時刻も判明いたしましたので。 まあこのチャンネルではちょっと撮影にまだ行けないですけれども、まあ、撮影行かれる方は参考にしていただければと思いますこの動画がいいな役に立ったと思う方はチャンネル登録高評価コメントお待ちしております最後までご視聴ありがとうございました